消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。ありがとうございます。おはようございます。はい、本日ちょっと撮影日、はい、2月なんですよね。で、今、プロ野球で何やったの？キャンプが始まってます。はい、そうです。で、僕、YouTube の方での、文化放送、ライオンズライターの YouTube 止めさせてもらって、森友哉選手の秋のキャッチャー練習見てたんですよ。過酷すぎんかと。あ、そりゃね、キャンプやがんな、うん、ちょっとね、僕ド M なのでやってみたいなってそうで、僕ね、やっぱ怪我が結構多くて、肩だったり肘だったり、直接的なスローイング練習とかっていうよりかは、何か反復してできる練習ないかな。今日はちょっとヒロトに手伝ってもらって、はい、真似事をしていこうかなと思いますなので、まあ、ちょっとプロ野球選手どんな練習やってるのかなって、多分ね、はい、僕レベルの実力でそれを真似ようと確実に違うことになってしまうので、そこはちょっとね、ヒロトに違ってるよって言ってもらって、はい、やっていこうかなと思います。キャッチャー練習、今回基本的に反復練習っていうのを、まあ、2、3個、僕の体力が持つ限り真似事していこうかなと思います頑張ってください。自分を追い込んで2月、4月つながっていければなと。僕もなんか、ね、だんだん盗塁阻止できなくなってきてるんで、まあ、そういったところの練習もやっていこうかなと思います。はい、はい、それではやっていきます。はい、じゃあね、まず1個目なんですけど、これ取ってからの動きを速くするっていう練習で、掴んでもいいけどすぐにこっちに、だから盗塁阻止の体勢がこうですよね。でだからこういう取って掴んですぐ後ろにやることによって体こうなるかこうなるよねっていう多分練習だとは思うんですけども、まあ、これがねもうパチンパチンってもう20球ぐらい連続でやってたんで、ちょっとそれをね、まあ、どんな感じかなんで、僕もやったことないからどうなのか分かんないですけど、ちょっとやっていこうと思います。こういうこと、そういうことじゃないですか、はい、その取ってからの動作を速くして、ちょっとね、俺が今どういう形になってるか分かんないから、よいしょよいしょ、はい、よいしょ、ちゃんと取ってから、うん、その勢いでこう持っていくみたいな。よく甲斐選手とか弾くって言ってるんですけど、あの多分ね、浅いミットだからできる動作だと相当な技術があるからできるってことで、森友哉選手って今深いミット使ってるんですよ。なのでしっかりと取ってからこっちに持ってくるスピードを速くする、もう反復練習もだからもうこういう見ないで、この動きじゃなくて、こういってる。手首だけ？こういうこと？こういくけど、最終的にはもう、こうやってる。こういうことか。どういうこと？むずいね、これ。できないです、自分。で今一応5球連続ずつぐらいでやってるんですけど、これ多分森友哉選手は20球ぐらい連続でやってるから、多分コーチがどんどんこうやって顔から出してやってると思う。なので5球ワンセットでも腕はめっちゃ辛い。公式に入ってなおかつ球の数が増えたら、高校生の冬練とかにはすごいいい練習になるのかなと思いますね。とか、まあ、新入生の基礎練習、反復練習とか、まあ、僕みたいに怪我しててあんまり投げられないよっていう、人なんかにはすごい向いてるかなというような練習になります。はい、じゃあちょっと次の練習やっていきます。続いては、下から取る練習って言ったらいいのかな、次は完璧なキャッチングだけれども、素早く返すっていう点では、スローイングの握り替えも含めるのかなっていう、ところになりますね。でその練習方法が、下から投げてもらって山なりのボールを取ってすぐにポンって親指で返すよ、パチパチンって。ちょっと一回やってみるか、こんな感じ。これをこれ2人1組でやってたんですけど、永遠とずっとパチンパチンパチンってで繰り返すような、でやっぱり緩い球の方が難しいんですよ。なんで僕もね、結構まっすぐとかよりもやっぱスライダーとかカーブとかの方が結構こういう風な取り方をしちゃうので、下から持ってくるっていう意味合いではいいし、それをすぐに手から離すっていう練習になるのかな。キャッチングしてなんかこうやって入れるじゃないですか、うん、ちょうど力が入るところで離すんで、そうめちゃくちゃ怖い、うん、なんであんなできんの。で多分これも1セット20球ぐらいなのかな、30球ぐらいやってるかもしれないんで、まあ、僕の場合ちょっと20球でやっていこうかなと思います。じゃあヒロトよろしく、君は楽していいから。じゃあ行きます。よし、
キロと遅い。大丈夫、キロと合ってそう、これ親指で投げる感じじゃないですか。そう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 、こんな感じ。うん、じゃもうちょいこう、こういう感じ。こうじゃなくて、こういう感じで窓を拭く感じのイメージ。こんな感じ。あーやべ、やった。森選手とか一緒にやってた多分キャッチャーの方とかは全部真正面に行ってたんですよ。僕結構ずれちゃってたん でそこも多分まっすぐ行くことによって、この森選手結構こういうキャッチングのイメージ、伸ばしきってはないけど伸ばして取るようなキャッチングのイメージだったんで、ちゃんと前で止められてるんだろうなっていう、その練習にもなるなって思いました。もうパンパンっす、さっきので。あ、分かった、りょうへいさん。はい、りょうへいさんは、たぶんこういってる。上から、うん、下からじゃないんでね。なるほど、なるほど。受け、行こう。こういうこと。あ、今上からね。プロは、問いながらもう投げてる。こんな感じ。あ、全然まっすぐいかない。最初はこんな感じでいいと思います。うん、これやばない？あ、俺の携帯とやばい。やばいと思う。これ公式しかも2人1組でどっちも正確に投げてるんですよ。考えられん。マジで高校生の時にキャッチャーやり始めた時にこういう練習しとけよかったって。すごいこれ。やばいな、これは。動画を映せるわけではないので、その動画をちょっと皆さんで見て、あの、もしあれだったら見ていただく、本物はね、見ていただくような形になるんですけれども、まあやばい。ぜひぜひちょっとキャッチャーなりたての方とか調べてやってみてもらいたいなと思います。はい、じゃあラスト、ちょっとね、もうこれに関しては最後の最後で自分ちょっと追い込みに行きます。瞬発力プラス筋トレ練習になるのかな。単純にこれだけ、これで前に転がす練習だけなんですけど、これ、今年のキャンプで、柘植選手、西武の背番号37番、柘植選手とか、まあ、キャッチャー陣がやってて、柘植選手ぶっ倒れてたんで、まあね、ちょっと最後の最後に自分を追い込んで、今、撮影日、日曜日で、明日仕事なんですけれども、体バキバキにしながら出勤したいと思います。じゃあ、やっていきます。まあまあまあ、ブロッキングの動作はこうはやらないけど、多分グローブの出し方はそうなんだろうね、うん、でそれやりながら単純にこれだけじゃなくてスクワットもやるっていう。ただにきついよ。そう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 。じゃあ行こう。えっ、早すぎだな、ここ。えっ、何回やるんだこれ。ラスト。これをもっと回数多くもっとやってたんで、ぜひぜひちょっと自身を追い込みたい方、やってみるのはいいんじゃないかなと思います。で僕も、まあ、これ見たって言ってもやっぱり、2回ぐらいちょっと動画でキャッチャー今もキャンプだからどういう練習やってるんだろうなみたいな、キャンプ情報チェックするときに見たやつなので、もっともっともちろんあると思います。自分のレベルに合った、基礎練習なんかもそれこそやっぱり、今は YouTube っていう時代があるので、そうやってね、まさかのラジオ局が YouTube で、ね、練習流してくれるような感じではあるので、まあ、そういったところも皆さん見て、よかったら、チェックしてみてください。はい、ということで、僕最後の練習なんかは壁当てとかあれば一人でもできそうな練習だったりするので、まあ、あとはね、もう一人キャッチャーがいれば、できるような練習含めてもちゃんと、普通に通りやれば20分、とかの練習ではあると思うので、そんなに時間も取らないと思うので、2人いたら、まあ、チームの練習だったりとか、で、やってみてください。もっともっとやっていって、キャッチャーとしても、上手くなっていければなと思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。
2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。君